英語ケパキュンケンあみたいな。なんでだろう。ケパキュン。じゃあ今パキュンケンゴっつっちゃった今。自己紹介ミスる。今びっくりしたね。びっくりしてるよこっちも。やれ。ケンちゃんです。パキュンカゼ。スクワットです。はいじゃあ久しぶりに。はい。この座席に来ております。うわーこの画角なっちー。画像を見ずに写真で一言大喜利、はい、っていうのをやってたんですけども、うん、1回まあ最終回というので終演を迎えまして、はい、でまたこの画角に帰ってきたんですけども、本日の企画はお悩みを見ずにお悩み相談。としてます、はい、平成フラミンゴさんが、はい、あーもうすごいすごいバズりにバズってらっしゃいまして、いやーすごかった、はい、それをやります。あ、まあ、今回のお悩みは、うん、視聴者さんからインスタの方であの募ったお悩み。なるほどね、はい、ファンの悩みはさ俺らが解決しなきゃいけないじゃん。そうということで早速やっていきましょう。せーの、あーちゃスクワットスクワットじゃん。登録よろしくね。はい、それでは第一挑戦者童貞健吾くんでございます。こんにちは。いやすごい、ここからの景色怖いね。そう初だもん。初めてか。俺初めてだからさ、うん、天井に立ってみたいな。違うべ、ノーガードでしょ。クワットの中で俺が一番そのお悩み相談に向いてると思うから。おお、そういう意見も豊富だし。一番って何を思ってたの。 ね全部解決して行きます。それでは第一同定者ケンゴさんのピョペンです。答えてちょん。責任を持たせましょう。こういう場合は全部が責任を持たせることが大事なんで、とにかくねそういう場合は責任を持たせることが大事。俺だったら絶対俺が知るか。お前は知らないね。知らない。知らないわ。本当に。俺らは知ってるけど、ケンゴは知らないわ。あ、マジそういう質問来ちゃった。ああ。うわ、やらせだと思われちゃうじゃん。ああ、一回見とき。俺が知るか。すごい。俺が知るか。これすごいな。すごい。すごい。ケンゴに対しての質問だから。そうだね。怖っ。怖っ。これすごいわ。ただ、めっちゃ嬉しい。すげえ嬉しい。いや、ケンゴさんの続きの挑戦です。答えて。まだまだ答えちゃうよ。これはね、俺だったらすっごく嬉しい。俺はね、これやられたらすっごい嬉しいんだ。めちゃくちゃ嬉しいから、これはどんどんやっていった方がいいと思う。俺なら嬉しい、俺は仲間です。うん、ですね、警察に通報しよう。学校は通報しよう。マジ、すぐに通報。これは多分女の子だもんね。ああ。相談してくれてるのか。そうだね。困ったら110番だから、とりあえずは。警察に通報することは大事。何でも解決してくれるからね。ケンゴは OK？ これに対して全然 OK。俺だったらすごく嬉しい。おお。じゃあこの視聴者さんはね、ケンゴに直接 DM してくれたら、はい、お願いします。最終問題です。ケンゴさんの挑戦です。答えて、じゃん。あれだね。俺は、その気持ちすごくわかる。俺は仲間だよ。俺は仲間、お前の仲間、俺はすっごいその気持ちわかる。全然終了です。俺は仲間だから。こいつさ、5分の3ぐらい俺の仲間だから。俺は仲間、俺を信じる。その気持ちわかるとしか言ってなかったもんな。まあ言うたら今回共感シリーズ。俺は味方だよ、俺ならその気持ちわかる、俺ならこうするかなっていう俺からのアドバイス。共感シリーズで僕は行きました。はい、じゃあとりあえず1人目終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。いきます。それでは2人目ノシスさんの挑戦です。おい、ノシスの方ですか。カズだよ。カズか。カズシさん。カズシさんって誰だ。お兄ちゃん頑張って。いや、お前マジどんなの。それでは2人目カズさんの挑戦です。解決ちょ。あ、難しいっすね。ピンクパンティーを履いて外に出てください。もう解決だと思うんだよ。これはね、カズに俺はね、真剣に悩み聞いた。マジで。なんつって6回やることがいいって。はははは、量でカバーするタイプの。いや、じゃあ続き、はい、解決ちょ。韓国のオーディション番組出てください。あの、やっぱ J-Park さんとかこういうの詳しいですし、あの、僕には解決できないんで、まあ、J-Park さんに聞いてください。はい、フリーダイヤルで828でヤズヤに電話してください。一回ヤズヤ経由しなきゃダメだ。ヤズヤ経由してから俺に行きたいんだけど、系列線なんで。ダイレクトで行きたいんだけどダメかな。ダメ、ヤズヤで。828828。続いて、カズさんの挑戦です。解決、ちょん。
いやもううわどうしようかな、ヤンキーに唾とかかけちゃいますかこういう場合は。あもうやっぱヤンキーも弱いやつはいますし、見た目だけで判断してるタイプ。セックス。相変わらず下ネタ多いね、あのさ。そう。最後の質問に対して大空振りしてた。え？大空振り。大空振りの、うん、あの直球下ネタですごい引いてるって。あ、そんな外角高めに来たんだこれ。外角高めに来たね。うん、まあ俺内角低めで振ってたんだけどな。全然逆だった。全然空振ってたね。はい、続いて3人目の挑戦に参りたいと思います。ありがとうございました。よしよしよし。はい、それでは3人目ヤジさんの挑戦でーす。はい。なんかヤジ師匠みたいな。お悩みとか相談された経験はございますか？結構もうすごい結構な量よ。でも最近もさ、うん、インスタでさ、うん、なんか俺らバスケやってるからさ、どうやったらバスケ、あ、そうそうそう、バスケどうやったら上手くなるんですかって質問とかね、うん、来るんだけど、俺バスケやってないのよ、うん、だからバスケ俺やってないからカズに聞いてって言ったら、うん、いやカズさんのはちょっとお便りもいただいてるから、いきます。それでは3人目ヤジさんの挑戦です。対決ゾロリ。塩コショウで味を整えてください。できるだけなんか揉んで、で塩コショウで味整えればいいから、それだけでうまくいくんじゃないかな。なるべく小さくして飲み込んでください。でその後膝をマッサージすると治ってたりします。割と膝を小さくして丸めてください。なるべく小さくして飲み込んでくださいっていうのを、うん、こう伝えたいな、この子には、うん、空振ってんな。お前らに感じたから、めちゃめちゃ空振ってんな。解決できないかもしれない。あ、まあ、いや、いい、この人はその大した悩みじゃない。あ、まあ、もうバカ。続いてヤジさんの挑戦です。解決っちょ。あ、たまに爪とかにさ黒いゴミたまるじゃん、それが今のお前だ。ちょっと待って、お前悪口だ。ただのさ、お前お悩み相談来てくれてるんだけど、俺たちに返してた。そんなんで悩んだらお前は爪の赤と同じだよ。かわいい。まあ中学生だしね。続いてヤジさんの挑戦です。解決っちょ。なるべくその誰にもバレないようにしまっといてください。で踊りましょう一緒に。俺らの悩みなんだけど、一回見てみ、ふわっと上手以外伸びないこと。、はい、この質問のね、このトップガンの子ね、モザイクを外して特定しますね。これも後で見よう、はい、どういうやつか。僕らの悩みですからね、これに関しては本当に頑張ります。はい。逆に解決策教えてください。逆に頑張ります。はい。それではヤジさんの挑戦です。答えてじゃん。なるほどね、あのハリーポッターの炎のゴブレット見れば解決。だいたい書いてあるから、ね、多分だけどハーマイオニーだね。俺ドビーだな。ドビーこれ。ドビーが解決してるのよ。でもドビーはあんまりじゃない、ハグリッドとか。いや、また悩ますよ。ハグリッドに聞いたらまた悩ますよ。ハグリッドとかがよく解決してくれるから、まあ一応炎のゴブレット見てください、解決すると思う、ね、以上で全員の挑戦が終わりました。ありがとうございました。本当にお悩み解決できてね、よかった今日は。いやできねえ。お前ちょっとファンの子のお悩みを解決できてすごい嬉しいです。いやいやいや、最初調理法言ってたよ。調理法にしてくださいとか。全然悩んでなかった、それに関しては別に。じゃあ次は僕の席が誰かに変わってるって。では以上、スコットのお悩み相談室でした。バイバーイ。バイバーイ。お邪魔しました、ありがとうございました。スクワッド、スクワッド、チャンネル登録よろしくねー。